どうもごきげんよう、岡まいです。本日はですね、お肌にとってもいいトゲトゲのそれです。トゲトゲのそれ、それをご披露したいと思います。こちらですね、変化をね、この違いをね、いつも、あ、そっか、なんかあれか、あれをやってみれば、右と左で何が何で、右と左で何が何でをやってみよう。右と左で、右と左での差をね、右と左での差を何が何で見てもらいましょうね。はい、普段のファンデーションやってみたいと思います。ね、ね、髪をね、まとめてね、お団子ちゃんにしてね、高画質カメラでの、なんか初公開となります、おかまいまいのすっぴんですね、皆さん、ほんと。以前ね、メイク動画ですっぴんもさらけてるんですけど、前の動画とかは多分画質もライトというか、これ見せてる目線もね、視界目だったから、うん。今日は大胆にね、大胆に。うん、今日は大胆に行きたいと思います、大胆に。え？やだ、なんかこれ、なんか車みたいじゃん、なんか。どうしよう。やっぱりちょっとクリームをちょっとんべ塗っとく、うん、ちょっとんべね、前の普段を塗ってそこから変化するんだっけ。多分そうだよね。よくなんかメイク番組でさ、3分半分にするときさ、普通いつもやって、いつもはこうですけど本来はみたいなやるよね。普通はそうよね。普通はそういうべだよね。とりあえず塗りますね。うん、じゃあまず私から見て、あなたたちから見て、どっちか知らないけど、私から見て右側をまず普段塗りしますね。うん、まあ普段のファンデーションだから、こうなぞってようにね、この面に合わせてね、こう面に合わせて塗るね、面に合わせて塗る、うん、面にね、大体まあ、ちょっと軽く普通どいつも通り塗っていきましょう。あ、いつもだったらこうひげも隠したりするんだけど、そう、なんかちょっと今日はね、いや別に今日だからこそしっかりやらなきゃダメだよね。うん、何言ってるかよくわからないから、そこら辺はおかまいまいのご愛嬌ということでね、何が何でね、うん、何が何でご愛嬌、そう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 、大体ご愛嬌だから、うん、そうそう、大体ご愛嬌でいきましょう。こうやってやって、こうやっていくわけですよ。うん、こうやってこう、何が何でね、こうしてこうだよーっつって、よく塗っとこ、うん、よく塗っとこ、うん、今ね、寒い時期ですけど、寒い時期だからこそ、赤外線がね、紫外線がね、紫外線がすごい肌に浸透してきますから、よくね、塗らないとね。そう、だから女性はよくこのファンデーションとかでね、お化粧でこう、ケアしてるわけですよ。だから男性はね、すっぽんぽんですから、顔が。顔がすっぽんぽんだから、すっぽんぽんだと顔がそれです。ね、うん。こんな感じかな、普段だと。普段塗り、ちょっと喉まで塗っとこう。何が何でね。まず普段のこっち、普段のこっちでね、だいたい OK かな。うん、結構前々もともと特殊なメイクなんで濃いめなんですけど、ファンデも。まずこっちが普段、うん、別に普通ね、塗りミスもなく、うん、変な際もなく、うん、よく映ってると思う。とりあえず開けてみましょうね。なんか酸っぱかーみたいに書いてある、うん、ごめん、スピケアだった、ごめん、スピケアって書いてある、スピケアですね。こう、すごい袋にね、袋に入ってる、すごい、まあなんということでしょう、袋に入ってますね。これ前々はこちらのこのスピケアでゲットいたしました。何が何でね、はい、開けましょう。まず開けると、すごい黒、すごい鏡が汚ねえよ。あ、ごめんなさい、汚いんじゃなかった、中汁入ったわ。皆さんすいません、そんな汚い、そんな商品は、そんなのがあるわけがない。そんな中のこんな高級なやつが、こんなぼやけた鏡のわけがない。そんなね、おもちゃみたいなね、中汁がありました、ほらね、ね、きっと誰もがみたいな感じで、中汁が入ってました。そんで、あー大変よ、あー、くるくる回ってる、うん、この黒目があった、あ、なんか声が聞こえる、座敷わらしかな、この黒目があってね。次にこちらが、フィルムを剥がしてください、見えるかな、フィルムを剥がしてくださいになった。専用のケースにレフィルをしっかりとセットしてご使用くださいって書いてありますね。レフィルがなんだかよくわかんないんですけど、フィルムを剥がしてご使用ください。あ、座敷わらしかな、
どうやって外すんですかこれは。どういうことですかこれは。ペッペしたら出てくるんですか。これはどうするんですか。やり方がわからないですね。どうなってんのこれ。大変ですよ。大変よ。私がちょっと下手っちょすぎてちょっとですね、中にシールが残っちゃったんですけど、あ、残ってないです。残ってないです。残ってねえです。残ってる風です。残ってる風。ね。残ってる風です。あ、大変大変よ大変。残ってる風を拭いてたら、なんか中からいっぱい出てきちゃった。あ、でね、それでこれはポンポンするといいらしいです。ポンポン。どうしましょう。指が太くて入らないんだけど、一本でいくか。大変、前指が太くて、入った、やっと。これポンポンするらしいです。ポンポンね。どうやってポンポンするんですかこれは。よくわかりませんね。あ、こうですね。あ、ポンポンする。ポンポンするんですね。これピュッピュすればいいんですか。使用方法を皆さん自分独自で調べてください。ポンポンを独自で調べてください。独自でね。うん。ね、ポンポン。ポンポン、ポンポンする。ポンポン。うん。ポンポンしていくんですね。こうやってポンポン。あ、なんか全然違う。もうすでに、なんか、使用感が。あ、なんか気持ちいい。え、なんか気持ちがいい。なんか、なんだろう。うん。なんか気持ちがいいの、なんか、うん。なんだろう。なんか、うん。あ、待ってよ、このままじゃ何も言えないぞ。冷たい。あ、そう、冷たい。まず冷たい。冷たくて、冷たいでしょ？冷たくて、なんかこう肌に吸い付かれるような感じ？肌が吸い付く？どっちだろう？なんかそういう、なんか、そういうやつ。吸い付くんだか吸い付かれるんだかみたいな感じが、ほっぺに来てて、うん、すごい。待って、これどのぐらい塗ればいいんだろう。なんか、なんだろう、やっぱ全然違う。なんか気持ちいい。なんかエステされてるみたい。エステされてるみたいな、それ。なんかでも確かに、この普段の粉みたいのやってたら、なんか違和感はあるかも。違和感、すごい違和感あるかも。すごい違和感あるかも、これ。え、すごい。何がなんで違和感。ほんとなんかケアしてるみたい。ケア。これいいのかな。これピュッピュッピュ出す感じでいいのかな。え、なんか私塗りすぎてない？塗りすぎてない？大丈夫？これもうすでに右と左の差出てるのかな。なんか見える？もっとこう。待って、ここに鏡がある。ごめん。鏡があった。ごめん。ごめん、みんな、ここに鏡があった。逆倍に置いとかないと。ごめん、こっち側から鏡がすごい。暗さを増やしてた。こういうことね。しかもこっち見せなきゃいけないもんね。そう。ピッピッピッピでね。でもさ、私結構こういうのはっきり言っちゃうんだけど、これピュッピュッピュッピュするじゃない？これピュッピュッピュッピュ。これピュッピュッピュッピュするじゃない？これなくなり際とかどうなってくのかしらね。なんか最後中にもったいなく残っちゃうんじゃないかしらとか思うのかしら。そう。ちゃんと大丈夫です。ちゃんと大丈夫。仕上がった頃には説明入ってますから。仕上がった頃には説明がね、ちゃんとついてますからね。このように、ポンポンポンと。このように。いいのかな？こんな感じで。あ、なんか、ん？あ、あ、あ、なんか、全体濡れたみたい。うん。濡れました。皆さん。濡れました。一応これが完成図ですかね。右と左の。今一応、あ、今だっけ、目のなんか、毛みたいなのが残っちゃった。毛が残っちゃった。一応これで、気になるところには全部塗りました。普段塗ってるところには全部で塗ったんですが、こら、バイクの音が聞こえるぞ。うん、 OK かな。はい、で今塗り終わりました。はい、どうでしょうか、右と左の変化は。ちょっと待って、この鏡をどかしてライトをね、どっちにも同じこう角度で今当たってるんで、どうかな。うん、なんかもうあれだね、質感、出来栄え、なんていうの、その顔への装着感、うん、は全然違うね。こう触っていいのかな。そう、違さがはっきりと出てるかもしれない。なんていうの、
肌の、自分自身の肌も違うし、まあ、正直また手で触っちゃうけど、まあ、普段のファンデーション、今これは、こっちは普通の粉のね、お粉のね、うん。お粉のファンデーションだから、まあ、やっぱり、こう、さらっとしてるよね。でも、こっちの方は、ね、べちょべちょな、それだから、すごいこう、もっちりしてる。もっちりふっくらしてる。わかんない。もう気のせいか、針でもしかしたら刺されたのかもしれないけど、なんか、ホットになってるのかな？気のせいかしら。気のせい。そう、なんか、そんな感じがある。あと今これね、実はね、生放送中なんですけれど、なんか、これ正面から見てもらいましょう、生放送の方々にも。こちらから見ていただくと、なんか、右と左の、ちょっとこちら失礼いたしますね。そう、右と左の感じが、なんか、違うって今、声かけが出てます。なんか、これ今、右と左が違います。こちらと、こちらですね。なんか、でもこれ好みもあるかもしれない、見栄えの。だから、なんか多分、こっちも自然感でいいような気はするんだけど、なんかこう、まあ、そう、厚塗り、そうだね、こっちは多分、粉々しい感じ？うん。が出ちゃってるかもしれない。まあでも、さらっと綺麗に映ってたりとか、まあ、そのメイクの種類にもよるからね、多分メイクの種類。で、多分こっちの方が、自然より、なんかこう、自然な肌の油感、ツヤ感というか、っていう感じがあるし、まあ、もしこのテカリが若干気になる人はね、もう少しこう、自然で抑えればいいのかわかんないけど、そう、自然と抑えれば、うん、いいかもしれない。そうね、あと小顔感。だから針の方が、そういうお肌にも与える影響と、カメラちょっとすいませんね、与える影響が、もしかしたらすでに肌に現れてて、小顔、ビ、なんだっけ、フェイスアップになってるのかもしれない。そうなんですか。あ、今すぐ速報が入りました。針のファンデーションは、粉とか使わない方がいいらしいですね、皆さん。うん。じゃあ、せっかくですから、じゃあ、いつも通りのここからメイクもプラスで、して、いかないです。はい。じゃあ皆さん、今回はですね、こちら。前々はこちらの商品を、お試しさせていただきましたけれども、ね、ごめん、もしかしたらこっちが上だったのかな。こうかな。はい、こちら、ファンデーションスピケア VM エキサイティングファンデーション、うん、ですね。英語を読みやすくしておいてください。あ、よく振り仮名振ってありました、下側にね。はい、これはなかなかおすすめです。この最新は私も勧められて買ったんだけど、ゲットしたんだけど、うん、これはいいです、皆さん。メンズにおすすめかもしれない、これ。本当に。同じようにやるなら。多分男の人って、下地とか、だから最近の男の子で、不精な子というか、なんつうの、メイク慣れしてない男の子。ちょっとそういうのやって始めたいけどとか、まあ、要は、やり始めたい子に、これ高いけどね、すごい、リーズナブルな値段ではないけど、下地塗って、なんか塗って、で、そんでさらに粉塗ってだと、やっぱりこう、ムラとか、なんか変にこう浮いちゃったりとか、するけど、なんていうの、もう全然なんかこう、初めましての人でも、埋まるように塗れば、できる。これは。うん。だから買いミスもしないかも。だから、ファンデーションももともと2、3000はするわけだし、そこで、ちゃんとメイク揃えるってなったら、まあもちろんケアのメイクは別として下地とかそれを入れたらじゃあ仮に3、4千、4、5千になるんだとしたらケースも入れてねこれはケースも一緒だからでまあそれの 1.5 倍ぐらいのお値段だとしたらミスをしないとか初めてでも楽ちんってことを考えたらこれはゲットしてラッキーな商品だと思うなんか急に英語入ってきたけど急にだから取り入れて、幸せな商品かもしれない、これは。うん。だって私、なんか、だってこれ、こっちは何も、あ、ごめん。下地は塗ってた。ごめん。下地は塗ってたんだけど、いつも通りで始めちゃったから、ごめん。下地はそうだ、塗ってたんだけど、
それは置いといてそれは何が何で置いといていいかもしれません。はい、さよなら。